1988年、時代はまさにバブル。その年の2月10日水曜日、一本のゲームソフトが発売された。そう、言わずと知れたドラゴンクエスト3である。売上本数はなんとおよそ380万本、つまりファミコン所有者の3人に1人が購入。シリーズ初のバッテリーバックアップ機能に、自由なパーティー編成、個性が現れる転職機能、世界地図を模した広大なマップ、さらには過去作品につながる秀逸な構成に日本中が熱狂。あまりの過熱ぶりにクソゲーとの抱き合わせ販売やドラクエ3狩りが発生するなど、社会現象とまでなったのである。あれから30年、当時の少年少女は一体どんなプレーをしていたのか、そしてそこにはどんな夢が詰め込まれていたのか。人に見せられない恥ずかしい名前や縛りプレイなどもきっとあるはず。今回はそんな夢の詰まっているであろうドラクエ3を100本集めて、当時のデータを覗いてみた。ドラクエ3ってあります？ファミコンの。あのファミコンのドラクエ3探してるんですけど。ネットショッピングでも日々積み上がっていくドラクエ3、最後の一本は実家からゲット。これで準備は整った。ドラクエ3合わせて100本、片っ端から起動させていって統計取ったら一体どうなる。では早速記念すべき1本目を起動してみよう。めでたい1本目は箱付きである。時代を感じさせる箱の潰れ、説明書の破れ、カセットの傷、そしてそれらから漂ってくる古ぼけた匂い、ノスタルジーを感じずにはいられない。スイッチオン。さあ起動するか。どうだどうだ、ついた。どうやらセーブデータ冒険の書は存在するらしい。ヒロニョヒロニョパパ、これは親子でやっていたのか。ダーマからの再会。ヒロニョ、レイキャ、ピーコ、ガーコ。勇者のレベルは17。ダーマについたあたりか。パーティー編成は勇者、舞踏家、舞踏家、遊び人。これは1本目から変わった編成である。ん？このキャラクターのグラフィック、もしや。やはり勇者以外全員女、ハーレムパーティーである。続いて道具を見てみると、すでにイカズシの杖や最後の鍵もゲットしている。どうやらスーの村まで到達している模様。レベル17ということを考えるとかなり慣れた人のプレイだと思われる。1本目のドラクエ3はこのような内容。冒険の書3のパパはまだレベル1であった。よーし、パパも張り切っちゃうぞと始めたものの、そのまま放置してしまったか。何はともあれ、勇者ヒロニョの女の子に囲まれたい願望が見え隠れする一本であった。ということで、めでたく1本目起動。ではどんどん行ってみよう。2本目、スイッチオン。無事起動。冒険の書は全部ではないが存在する模様。勇者の名前はマサヤ。これはイシスか。女王様がいるということはイシスである。戦士各機をレベル14、勇者マサヤレベル12、舞踏家コージレベル13、魔法使いフルオーレベル13の男4人パーティー。装備を見てみよう。鋼の剣を購入し、ゲームがより一層面白くなる段階か。2本目は冒険の書1だけ存在した。続いて3本目もなんとイシスから。戦士ハンソロ、勇者タケヒロ、僧侶アラン、魔法使いロミオの王道パーティー。ここで豆知識。カタカナの名前のキャラはルイーダの酒場に最初からいるデフォルトのキャラである。それでは4本目いってみよう。
三つとも同じ名前。おっと、これはラダトーム。闇に包まれた下の世界、アレフガルド。かなりのレベルのようである。勇者アキトシレベル56、戦士サタンレベル44、戦士マリアレベル44、賢者レイカレベル41。サタンマリア、これはビックリマンのキャラ名だ。時代を感じさせる。強さと装備を見てみよう。勇者アキトシにロトの称号がついている。ということは一度クリアした冒険の書のようである。戦士は2人とも雷神の剣を装備。これはドロップ限定アイテムなので貴重な武器だ。4本目はこのような内容。全て同じデータであったが初のクリアデータ。賢者レイカはアキトシの彼女の名前であろうか。妄想が膨らむ。そして次は5本目。なんと一つもデータが存在しなかった。さらに6本目もデータ存在せず。気を取り直して7本目に行ってみよう。ついに来てしまったこの時。心臓に悪い音である。お気の毒ですが冒険の書2番は消えてしまいました。だがまだ消えていない冒険の書はあるようだ。勇者マサシ、そして勇者高いく。ではマサシから。セーブポイントは安定のダーマ。これも結構レベルが高いようだ。歩み、美穂、ミスズ。勇者マサシなんとレベル73、武闘家歩みレベル46、武闘家美穂レベル46、賢者ミスズレベル40。マサシにはロトの称号がついていることからクリア済みの模様。そして歩み、美穂、ミスズは全員女。またもやハーレムパーティー。マサシとのレベルの差を考えると、クリア後に好きな女の子3人の名前のキャラを作りハッスルダンスしながら冒険していたのであろうか。おっと、もう一つ注目ポイントが。歩みの装備を見てほしい。なんと黄金の爪を装備。その上魔法のビキニまで着用とは。マサシのニヤニヤ顔が目に浮かぶ。というわけで7本目はこのようなデータ。冒険の書2が消えてしまったことが悔やまれる。今後ないことを祈りたい。ここからはスピードアップ。特筆部分の少ないカセットは飛ばしていきます。そして迎えた12本目。今回は先にまとめをご覧いただこう。冒険の書2と3にター君という名前が。3のター君は勇者だが、2のター君は武闘家で、勇者はアキラ。もしかするとこの2人は兄弟かもしれない。お兄ちゃん次僕の番という微笑ましい光景が脳裏に浮かんでくる。それでは実際の画面をご覧いただこう。最後の決戦、アキラは賢者を入れることなく僧侶と魔法使いで挑む模様。もしかすると軽い縛りプレイなのだろうか。それともター君の弟で8歳かもしれないアキラは賢者の存在を知らなかったのであろうか。続いてター君のデータを見てみよう。同じくラダトームからの再会。ター君はレベル68とかなりやり込んでいる。戦士のランチはドラゴンボールから取った名前だろうか。サマンサとアランのレベルが低いが、これはサマンサが魔法使いから武闘家に転職、アランが僧侶から賢者に転職したためと思われる。ということでター君とアキラが兄弟だという証拠は見つけられなかったが、あれこれと思いを巡らせることができる素敵な一本であった。続いては17本目。またもやこの音。お気の毒ですが冒険の書3番は消えてしまいました。さあ希望はあと2つ。残っているか冒険の書。残っていた。では見てみよう。ある、そして沈下。沈下す、これはひどい。この名前で冒険しているとは思えない。どうせレベル1のデータであろう。
ダーマからチンカス、これは高レベルっぽい。ゲロ、鼻くそ、おめおめおめ、なんというお下品ネーミング。勇者チンカスレベル81、戦士ゲロレベル62、賢者鼻くそレベル57、僧侶レベル64。レベル81はこれまでで最高のレベルである。よりにもよってこんな名前の勇者一行がこれまでで最高のパーティーとは。いや、逆に考えるとこんな負い目を持っている者の集まりだからこそここまで強くなれたのかもしれない。それでは強さを見てみよう。チンカスにはロトの称号がついている。世界を救った勇者はロトとして語り継がれているが名前は不明。もしかするとチンカスという名前だけは語り継ぎたくなかったからロトとして語り継いだのかもしれない。僧侶は女の子、前オーナーは関西人か。次に道具、戦士ゲロ、ドロップ限定アイテムの雷神の剣を2本持っている。あ、いや、勇者チンカスも1本持っている。そしてさらに賢者鼻くそがレアアイテム、歩くごとに経験値が増えていく幸せの靴を履いている。やはりレベル81ともなるとアイテムはほぼ全てコンプリートしているようだ。というわけで17本目はこのようなデータであった。冒険の書1、勇者あるもなかなかのものだったが、勇者チンカスの前では存在感が霞んでしまうのであった。このカセットの持ち主は名乗り出るように。次のカセットに行ってみよう。なんと25本目、またも消えてしまった冒険の書2番。しかしまだ残っている。なんだこの冒険の書は。名前が数字になっている。6125。ファミコン版は名前にはひらがなしか使えない。しかも冒険の書2番は消えたはず。なぜある。それは5が16歳になる誕生日のことであった。オープニングからだ。勇者の名前が5?6125 ではないのか。一体どういうことだ。なんだこのステータスは。おかしい、完全におかしい。オープニングから仲間がいて、しかも全員死んでいる。名前も状態も全てがおかしい。なんだこの歩き方は。まるでドラクエ1ではないか。とりあえずカニ歩きで城まで移動してきた。なんだ、王の間に入った途端に死んでしまった。一歩歩くごとに死ぬ勇者。これではプレイもままならない。ようやく城を脱出、敵と戦ってみることに。またもや謎の名前。一歩歩くごとに長い、ひたすら長い。エンカウントまで早送り。スライム4匹、全滅。この後もバグり続け、プレイはできたものではなかった。冒険の書3を見てみよう。こちらは正常にダーマから再開。レベルは結構高いようだ。勇者大沢のレベルは45。外に出て敵と戦ってみることに。問題なくプレイできる。この冒険の書は大丈夫なようだ。ということで25本目、冒険の書にはひどいありさまであった。有名なランシールバグの一種かと思い、いろいろ試してみたが再現できなかったので、後日また調査することに。ここからはなんと11本連続データなし。いずれも同じ店で購入したものであることから、どうやら動作確認の際にデータを消してしまったようだ。データには夢と希望、汗と涙が詰まっている。どうか消さないでいただきたい。そして飛んで44本目、冒険の書3の台。
もうお気づきの方も多いであろう。勇者ダイ、戦士バラン、僧侶アポロ、魔法使いホップ、これはまさしく大の大冒険である。字数制限の関係でポップと入力できなかった模様。しかしこの元オーナーの気持ち、わかる、わかるぞ。続いて48本目。なんとここでようやく商人が初登場。もう一つ注目すべき点は、冒険の書3にいた女舞踏家ケロンリ。直後のデータと見られる冒険の書1では、そのケロンリを外し男舞踏家のノボホを仲間に加えた模様。なぜレベルの高いケロンリを外しノボホを加えたのか。おいケロコ、俺もパーティーに入れてくれよ。どうしよっかな、なんていう会話が学校で繰り広げられていたのであろうか。ケロコに聞いてみたいところである。49本目は、勇者強し、二賢者一戦士の最終決戦にふさわしい、名前通りなかなか強しなパーティー編成であった。そして前半最後の50本目は、残念ながらデータなし。ということで50本終了。ここまでの小まとめ。起動しなかったカセットはなかったが、なかなか起動しにくいカセットもいくつか存在した。そして何より痛かったのが、データがなかったカセット22本、データが消えてしまったお気の毒カセット4本。進行状況は、アリア班城内で経験値0を開始、アリア班から一歩外に出てダーマ到着前までを序盤、ダーマ到着からバラモス討伐前までを中盤、バラモス討伐後からゾーマ討伐前までを終盤、勇者にロトの称号がついているものをクリア、この5段階に分けた。結果は、開始直後11本、序盤19本、中盤8本、終盤5本、クリア7本となった。続いてセーブ地点、やはりアリア班とダーマが多い。ダーマはセーブまで徒歩4歩というドラクエ3で最もセブチカ物件、人気が出るのも当然か。職業はこのように、これほど商人の人気がないとは、装備できるアイテムの少なさがネックか。そして注目すべきは舞踏家、男より女舞踏家の方が多いという結果に、舞踏家に蹴られたい MO が多かったのだろうか。パーティー編成はレベル20未満の冒険の書のおよそ6割が王道、勇者、戦士、僧侶、魔法使いという組み合わせ。どんどん進めていきたいが長くなりそうなので、続きは次回。いよいよドラクエ3100本のデータが揃う。どうぞお楽しみに。